おはようございます。じゃあ朝のなでなでからですね。20日目の朝を迎えました。これから、おトイレの掃除とケージ内の掃除をしながら、その後ご飯になりますが、ラブくんが外に出るという、ことを昨日初デビューしたのでですね、そのまま出すっていう案もあるんですが、ちょっとご飯を待つまでというか、掃除をしている間ですね、まおいママさんに、ラブくんを抱っこしてもらおうかと。でまあ、そのまま、出歩いてもいいんですけど、ちょっと、一度抱っこからですねしてもらおうと思います。はい、ちょっと待ってね。ちょっとこれが捕まえて、はい、どうぞ。じゃあ顔だけでも、あれ映ってるかな。ちょっと昨日まではいい子だったのに、遊びたいになってるね。はい、いい子でしたね。まあ、あの無理だったら遊ばせていいから。大丈夫。はい、じゃあその間に、さあ急ぎますよ。じゃあ、話してもいいよ。じゃあどっかこの上にでも。今触ったけど肉球熱ってなんない？熱くないの？しゅんくん熱くないの？マック熱くないの？しゅんくん掘りたいの、掘りたいの。よし、おお危にゃい。
くんね。ついてまって大丈夫よ。ポリポリ、変なポリポリの仕方。足が足がこんな感じ。もうすぐ終わるからね。すぐ終わると5分の良いはずですよ。あ、マコのライト。しょうくん。あ、出てきた。あ、しょうくんじゃないや。ラブちゃんだ。ラブちゃん。うん、しおんくんってよ。しおんくん呼ぶわ。本当？ごめんね。しおんくんは、だから3階でいい感じしています。シオン君。うん、ラブ君。シオン君はいい子でね。シオン君の行く。シオン君はラブ君の様子を見ています。今あそこです。詰め取ります。いろんなとこで詰め取ります。シオン君も見てます。それ噛んじゃダメよ。食べちゃう。何行くね。結構無謀な折り方するけど気をつけてね。気持ちが上がっちゃってんだね。よく様子を見てから飛んでくださいね。うん、やったやった。やったやった。危なかったね。うん。いや、いいよ。さて、赤い中になったよ。うん、まおいママはこれからご飯の用意をするので、ラブ君を追うことがちょっとできません。ラブ君は部屋の中で遊んでいます。そしてシオン君、いいの、そのままで。今、ラブ君は上通ったのかな。あ、ここにいる。うん、シオン君の方へ。面白い風景だね。ケージの外のラブ君とケージの3階でちょっと隠れた状態になっているシオン君です。どう、シオン君、外出てみる気ない？一応レッスンがあるけど、もうすぐ出られると思うよ、君。そこでちょっと地味にしている場合じゃないと思うよ。はい。しゅんくん、外に出るようなことがなさそうだから、ここ開けてみようかな。はい、ラブさん、自分から戻れますよ。ほら、こんなルートできたね。はい、
ラブちゃん、君は全然自由になったね。しおんくん、ラブちゃんに後でどんなことなのか教わってね。しおんくん、またちょっとなんだからね。はいはいはい、落ち着いた落ち着いた。はい、いや、はい、大丈夫。はい、はい、大丈夫だ。ほら、大丈夫だ。大丈夫。いや。ラブちゃんね、遅れ取っちゃってるからね。ちょっとここで落ち着くまで抱いてるわ。ちょっと我慢しようか。嫌な印象だけじゃなくて、いい感じも残そうよ。はしゃ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 、はい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 、いやいや、はい、じゃあご飯どうぞ。ラブちゃん、こっちだよ。はい。ラブちゃん。おいで。はい、おいで。行くんだね。よいしょ。じゃあ扉を閉めます。